はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日の動画ですね、ちょっとしたお知らせ動画でございます。先々週かな、僕が動画でご紹介した、カズマックスブレンドですよ、僕初めての、ブレンドコーヒーについて、3つほどですねお知らせがあるんで、喋らせていただきたいと思います。まず1つ目、そのカズマックスブレンドね、本当に、たくさんのご注文いただきましてありがとうございました。本当にありがとうございました。すごく嬉しかったです。おカフェさんバージョンとアバウトアスさんバージョンで、2つ作ったんですけど、最初の想定では100、100のつもりだったんですよ。で、合わせて200ね。のつもりだったのが、本当に予想大きく上回り、結局最終的にはね、600弱ご注文をいただくことができまして、で、今もね、もう、ツイッターですとか、インスタグラムを通じて、もう本当買っていただけではなく、実際に美味しかったですと、飲みましたと、コーヒーいいですねというね、報告をたくさんいただいておりまして、本当にやってよかったなと思ってます。僕が普段動画で、ご紹介させていただいているこのコーヒーの楽しさ、美味しさ、素晴らしさを皆さんと共有できたというか、いつもねこうやって動画でこう僕がみんなにこう伝えることしかできないので、実際にこう物を手元にこう届けて受け取ってもらって飲んでもらうっていうことができたんで、本当にこれはなんていうか感無量だなと、はい、感じております。で、その一つ目、お知らせの一つ目が、まず、注文数が600弱を、記録したということで、その数量のご報告と、との感謝と、で、二つ目のお知らせが、カズマックスブレンド、ちょっとだけ再販します。たまたまタイミング合わずに買えなかったという方と、ちょっと、もう一回飲みたいと、言ってくださる、ね、方がいらっしゃったので、アバウトアスコーヒーさんバージョンだけ、50、袋再販をいたします。これ完全に数限定で、もうお店にね、材料となる豆がそれだけしかないので、もう本当に完全に区切って販売させていただきたいと思います。今動画が出ているのが午後8時のはずなので、午後9時からですね、1時間後から、販売をいたします。これも完全に、先着順になりまして、売れ残ってもちょっとどうかなとも思うので、なんというか遠慮せずに、注文していただけたらなと思います。で、現時点では600弱ですけどね、それが売り切れたら600を超えるわけですよ。本当にものすごい数ですね。いや、こんなことになるとは本当に思っていなくて、本当嬉しいんですけど、信じられないという気持ちがものすごくあります。で、お知らせの3つ目ですね、そのものすごく、たくさんのご注文いただいたことで、次回につながりました。お知らせの3つ目が、カズマックスブレンド第2弾やりますやります。アバウトアスコーヒーさんバージョンのみ、第2弾をやらせていただきたいと思います。もともとそういうお話で、おカフェさんの方はもともと1回で終わるというお話で、アバウトアスさんの方は、これが良ければこう継続していこうかっていう話だったんですよ。もしかしたらね、またおカフェさんバージョンもやるかもしれませんが、一旦このアバウトアスコーヒーさんバージョンを、第2弾やらせていただきたいと思います。今回ね、本当にたくさんの、ご意見とか感想を、ツイッターを通じて、皆さんからいただきましたんで、それも参考にさせていただいて、で、僕も実際自分で飲んでみてね、エイジングとかいろいろ見ていったりとかして思うところもあったので、次に活かしたりですとか、あとはバリエーションですね。今回甘めの、優しいコーヒーが、作れたんで、次はどうしようかな、ちょっと深みにしてみようかなとか、いろいろ考えてるところがあるんで、はい、ちょっと、これからもね、やっていきたいと思います。また報告動画出すんで、その時はよろしくお願いいたします。いや、でも本当にもう何度も言うけど嬉しいもうこれからもね、たくさんの美味しいコーヒーを、皆さんと共有できるように、でこれからも変わらずね、美味しいコーヒー動画を出していけるように、頑張っていきたいと思います。はい。というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、簡単に3つの、ご報告でしたけれども、はい。ここまでご清聴いただきありがとうございました。でもあれだね、コーヒーくらい用意しとけばよかったかな。コーヒー要素ゼロでしたが、はい。お知らせ動画でございました。はい。というわけで、じゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。